どうもです、つくもやよ。こんにちは、宿主のミートーです。ほんで、今日はどんな本読んだん？三浦紫苑さんっていう人の乙女投げやりって話で、この方ね、文章の心理描写とかすごいから好きな作家さんの一人なんだけど、初めてエッセイ読んでね、そうそうってうなずく文がすごく多くて、私も乙女投げやりなのかなってふふってちょっとほくそ笑んじゃった。楽しかった。見てくれとる人の感性に合う本やったらええね。うん、そうだね。ほな、またねー。